5年になりますけど、その5年間の間にもいろいろありました、本当は 4.5 度でやってたのが 3.5 度になったりとか、いろいろありました、すごい尊敬していた先輩たちもどん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 いなくなるっていうか遠くへ行っちゃうし、いつの間にか僕もこんな年に、先輩たちを見た時に憧れた年になってて、自分が今同じ立場に入れるかどうかは分かんないですけど、まあでもそんな先輩たちが残してくれたもの、自分の中にもう届かないって分かってますけど、でもそれを自分は大好きだという気持ちを吐き出したいと思って書いた曲を最後にやって終わります。ありがとうございました。
生の